愛と欲望を渦巻く街ガテンシティ。いささか唐突ではあるが、今ガテンシティは夏真っ盛り。夏といえばビーチ、ビーチといえば水着の女。お待ちかねの男性諸子のためナレーションは短めに。ではたっぷり楽しんでいただこう。なんでこんなガキばっかなのかしら。それに地上の海ってなんでこんなにゴミゴミしてんの。だからプライベートビーチにしようって言ったのに。いいえ、私が悪うござんした。あ、いや、こぼっちゃった。結構楽しんでるじゃん。あ、いないと思ったらこんなとこでサボって。あんたこそこの暑い中何走り回ってんだよ。何言ってんだよ。教会でビーチハウス出すから手伝えって言われてきたんじゃないか。そうだっけ。わしのフランクは黒くて太い。わしのフランクは世界一うまい。パトンチャプンチャプンチャ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 ン。パンティーもストッキングもゴロゴロしてないでビーチハウス手伝ってよ。せっかく海に来たのになんでそんなことしなきゃなんないの。ちょうどいいや、ちょっとこっち来なよ。え、なに。背中にオイル塗って。よろしいんでしょうか。いいからさっさとやれよ。まあ、何か汚いものが転がっていると思えばおバカ天使どもではありませんの。危なく踏んづけて汚れてしまうところでした。エガト、なんでお前らいんの。もう最悪。それはこちらのセリフです。ここは私たちの私有地、勝手に入り込まないでいただきたい。私有地？アホか。ビーチなんてみんなのもんだろ。ノンノンノン、たった今この辺りのビーチは私たちが地下工事価格の5倍の値段で買い取りましたの。今日の貴重なバカンスを楽しむためだけにね。わかったら諸国退去しなさい。お姉様。まったく、ダテイシさんのおつむはクリオネ以下ですわね。こんな原則的なルールですら理解できないとは、運命的に解決しようと思った私が浅はかです。なら腕ずくで来るかい。望むところだけど。残念ながら今は休暇中。あらら、休暇期間においてはいかなる戦闘もこれを行ってはならない。それが私たちのルール。はあ？なんだよ。じゃあこの落とし前どうやってつけるつもり？土下座して謝んなら見逃してやってもいいけどな。ご冗談でしょ。休暇中には休暇中の勝負のつけ方がございますのよ。悪魔式の決着のつけ方というのがね。ポイントデーモンズ。どんな勝負かと思えば玉遊びとはね。どうせなら別の玉遊びが好みなんだけどな。早くも負け惜しみのようですが、ビーチバレーは技能に加えて美しさでも見せる競技。どんくさい上にルックスも残念なあなた方にはちょっと酷だったかしら。おほほほほほほ。パンティポイントエンジェルズ。あら、ちょっと強すぎたかしら。ごめんなさいね、つい本気出しちゃった。少しはやるみたいですね。まあその方が叩き潰しがいがあるってものですわ。急に客足が途絶えたな。待って、あいつら仕事もせんでどこをほっつき。
ちいたの。やめだやめだ。マッチボンバイエンジェルズ。あじゃあ変にやってんじゃねえ。正直余裕でした。やめなよ二人とも。あれブリブリ。やめなって。さあ、あったあった、天使か悪魔か、天使か悪魔か。あらゆるいピピー、あらゆる、あらゆる、あらゆる、どうなって、オーケー、マジこっちくしょう、わーっ、おいおい、いくらなんでもありえないだろう。なんだよその球は。私が特訓で編み出した魔球ですが何か。嫌ですわね。ちょっと負けそうだからって何かと言いがかりつけた。そう、そういうノリかい。ふっ。ゲーム中にそのような物騒なもの持ち出すなんて、ご冗談にも程がありましたよ。はあ、それを言うなら今なんかボールがドブネズミに化けてったのもなんかの冗談か。じゃあ今度はこっちのサーブよ。そーれ、汚れまし、あのような汚物コートに持ち込まないでくださる。あらあら、武器出しちゃっていけないんじゃなかったっけ。こうなったらやむを得ません。たかが天使に全力で戦うのも大人げありませんが、ここからはノーリミットで参りましょう。望むところよ。そうですね。ただ勝負するのもつまらないので、負けた方はこの大衆の前で裸を晒すというのはどうでしょう。そんなことでいいのかよ。あんたたちこそ、その汚い体を海水でよく消毒しといた方がいいんじゃない。バンディ、そんなのダメだよ。うるさい。フライングホーリーフェニックス、デモンズヘルゲート、クレイドルインザダーク、スパイラルナイトメアブレイクオブデストロイ、スパイラルエンジェリックフィールドイグデッセ。おお、まさに神試合だ。見えねえ。あ、早すぎてよく見えないよ。口が三手で口が今のどっち。ああ、わかんなくなってきた。あと1点。二足さん。はい、お姉様、少しは楽しませていただきましたが、これまでですわ。どけ。でかしたどけ。これで終わりだ。悔い改めな。クソワークマ。私たちが負けた。さーて、約束は守ってもらうからな。忘れたなんて言わないわよね。ゴーストだ。おお、
さすがですわお姉様、すべて計算通りだったとは。私そうとは知らずについ勝負に熱くなってしまいましたもの。クソ、お姉様、おのれ、あんなクソ天使どもに負けるなんて。今度会った時こそあのハレンチなアバズレどもの息の根を止めてみせますわ。お姉様、それは自爆装置。お姉様、お約束すぎます。なんだこの光景は。取れない。耳もダメ。耳がスポット。なかなかの稼ぎじゃったわい。バー、白目がスクジャーコースだ。あの男なんてどうよ、いい線いってんじゃない。どこが、どう見てもただの筋肉バカ。20点。あ、じゃあこれは普通すぎ。正常位で君の顔を見ながら行きたいとか言っちゃうタイプ。18点。じゃあこれ10点。これは5点。これでどうよ。0点よ、0点。パンティ趣味悪すぎ。あ、ちょっといい加減にしろよストッキン。これじゃ男当たりになんないじゃん。あら、私に構わずあの今市くんたちと遊んできたら。男なんてイケメンであそこが出かけりゃ十分だろ。いかにもおつむゆるゆるのビッチ女が言いそうなセリフです。こと何。じゃあおめえはどんな男なら OK なんだよ。パンティには私の高尚な趣味は分かんないわよ。あれ何かしら。あ、ちょちょちょ、ほんのちょっとだけお茶するだけだから。マジで、マジで先っぽだけでいいからさ。ちょ待てよ。ぎー、ゴーストがナンパしてる。つーか、おぶつをミキサーでぐちゃぐちゃにしたみてえな面だな。あ、また平子いた。なあ、あれどうする。とりあえずやっとく。あ、ストッキン。あれ、ステーキゴースト。ゴーストとデート。そうよ、それが何か。ファック、お前正気かよ。ねえ、パンティは信じる。あ、何を。運命の出会い。彼を一目見てわかったの。私はこの人に会うために生まれてきたんだって。これはまさに運命の出会いよ。はーい、待ちました。あん、待った待った、もうちょっとで帰っちまうとこだって。ごめんなさい、何を着ていくか迷っちゃって。はあ、これだから女は何着たって大してがわんねえよ。超クール。あの、お口に合うかわからないですけど。おいおい、まさか手作りとかじゃねえよな。マジでだっせ、そういうのマジ勘弁してほしいんですけど。あー、うわー、ぶっ壊れた。マッチ、超マジ、マジクソだわ。オタク、料理の才能とかまるでないんじゃね。塩気が足りねえな。
目を覚ませストッキン。お前は間違っている。今すぐ諦めろ。相手はブサイクだぞ、ゴーストだぞ、臭くてセックスできねえぞ。マジでいい笑いもんだってんぞ、わかってんのかてめえ。全く聞こえておらんぞ。恋に障害はつきものなのね。それが実の姉とはなんて悲しい運命なのかしら。なあストキン、聞いてっか。ん、あのさ、そりゃ私だってセックスが全てだなんて思ってないけどよ。でも相手はゴーストだぜ。お前にだって天使の使命だ。使命なんか知るもんですか。でもこれ以上彼には秘密にしておけないよね。本当にあいつら何なの。マジで下手なやつはコートに来ないでほしいんですけど、超迷惑。どうせあれでしょ、ウィンブルドンとか見てついその気になっちゃったとかでしょ。ね、ちょっといいかな。あ、私あなたに打ち明けなきゃならないことがあるの。ん、実は私天使なんだ。天使って何？天使は天界からの使い。その使命はゴーストを、つまりあなたたちを葬ること。よくわかんねえけど、何、俺ウンチに殺されちゃうわけ？もう使命なんてどうでもいいの。私は天使じゃなくて一人の女として生きることを選ぶわ。私と駆け落ちしましょう。俺と駆け落ち？そのためならたとえ天界を敵に回してもいい。あなたと一緒なら地獄に落ちても平気よ。手段を選んでる場合じゃねえな。ジャック、ジャック。メンゴ、メンゴ、待たせちゃったかな。ちょっと野暮用でさ、一応急いでたから知りたくできたんだけど。あ、俺金持ってなかったから払っといて。腹減った、ペコペコのペコじゃん。なんつってなんか食べてから行こうか。俺金にいいけど。ベラベラと口の減らねえクソうんこゴーストだな。え、おそんなに食いてんなら脳みそにたんまり食わせてやるよ。誰じゃん、お前。はじめまして、ストッキングの姉のパンティです。そしてさようなら。じゃあお姉さんもうんち。お姉さんでもうんちでもねえ、お前にとっちゃ死神だよ。悔い改めな。その人を傷つけたらパンティーでも容赦しないわよ。あんな、私は可愛い妹のことを思って。もうパンティーとは姉妹でもなんでもないもん。目覚ませ。別にこいつでなくたって男なんて吐いて捨てるほどいいんだろ。この人の代わりになる人なんていないの。恋をしたこともないパンティーにはわからないんだわ。ファック、何が恋だ。どうせこいつだってお前のことなんて本気で愛しちゃいねえ。そんなことはない。俺だって俺みたいなやつだって本気で恋じゃんだよ。それは、さっき俺の全財産で買ってきた。結婚してくれストッキング。はい。ファック、やめろストッキング。何しやがるクソアフル。黙って見ておれ。なんつうか俺、お前
前に会うために生まれてきた気がする。そういうのって運命っつうの？ありがとう。超楽しかったじゃん。甘酸っぱい恋も知らずに行った男たちの未練、そんな思いがより集まって生まれたゴースト。恋が成就すれば必然的に成仏する運命。短い時間だったが、あのゴーストも報われたであろう。おめえこうなること分かってたな。ぼやぼやすると置いてくぜ。やれやれ、世話しないわね。